泣いてるんですね。あ、いいね。ローソン抜け進めなく、ヨミコちゃん行きなよ。はい、加盟店はこのような状態ですね。楽しいです。ローソンなんです。をお願いしたいんですが、あ、いいですね。主人のコメントールをいただけますか。はい、じゃあ、メンソールのやつを、ありますから、シールド、あ、しなくてダメ、ダメなんです。シールドとはできないんです。はい。あ、なんてダメなんでしょうか。なぜと言われても、こちらで仕入れることができないからです。あ、できるんです。それであれば、違うところのコンビニに行っていただいて、ある場所に、で注文していただいた方がいいかもしれない。あ、違うんです、違うんです。それが、こちらね、項目がなかったりすれば、やった場合に、初めてここの店舗から仕入れることになるようになるんですね。だから、それは知らなきゃいけないんですよ。どういう意味で言ってるんですか。他の店で仕入れしかないっていうのは、どこにもないんですよ、今。帯広には。どういうお形で、俺はローソンの代表者でおっしゃってますよね、別に。私はいつも、店員さんの時は、大手の社長と会話してるんですよ。あれだ、あれだ、加盟店を配りたいって言ったんですよ。大手の店長に経営ポリシー。それはなかった。白いやつしか今ないです。ラッパーですね。それを言っちゃいけないんですよ、大手の店長です。それはわかんない。東京なのに。あ、そうですか。で、何もわからないんですか。ないものはないものです。だから東京にはいっぱい売ってますよ。東京で仕入れてもらってもいいですか。こちらでは販売していないものなのでですので、それを販売していないものですし、販売するのであれば違う店舗で販売しているのであれば違う店舗に行っていただいた方がこちらとしてもよろしいですし、あなたとしてもよろしいと思うんですけれども、どうですか。じゃあ東京に一回行った飛行機代を出して買えばいいんでしょうか。その理由中、お待ちください。少し聞いてください。お待ちください。お待ちください。これをさせます。流通網があるから、ポスティングシステムがあるから、ここを選んだのですよ。あの方は船長さんですよね。だとしたならば、こちらから、こっち、東京の方に電話をして、ウエストのメンソール、次のロングをこっちに持ちますようにしてくださいって言えば、来ますよ、それは。何では、ちょっとは回答。あなたはローソンのこと分かってるんですか。はい、すごい分かってますね。何が分かってるんですか。はい、経営方針と、ローソンと、セブンイレブンと、ポプリと、とか、そういうものの、エフェクトね、すべてのものを作れますけど、そうなんで、4分の。4分、はい、はい、はい、あのね、何ですか。あなたは、私は何ですか。希望なんですか、私の。何ですか、何のために言ってんの。なんでそんなにあなたは偉いんですか。何その格好で。はい、はい、申し訳ございません。申し訳ございません。見てこれ。はい、どうぞ、ほら。で、ほら。どうしたこれ。ね。こっちはね。こっちはね。知らん。何が、何が、申し訳ございませんでした。警察の失敗です。もうこれ、もう来れないんですよ。あなたは出禁だって知ってるでしょ。何回言ってると思ってた。あ、兄弟ね。あんた兄弟の方に店長さん。そうなんだ。そうなんだ。違うわ。違うわ。違ったら言わせてやる。はい。
出ないと思ってるんだ。だから、そうだね、あと、あの人たち、何も言えないの。あの人たち、気になって来てるんだ。ああ、ここでしたか。わかったかい？わかったかんと。知らんわ。知らんわ。申し訳ございません。あんたは勝ったと思う。で、あとから最後まで。いつもこういうの。知らん。